はいどうも副社長です。現在コロナウイルスの影響でマスクや除菌グッズがなかなか入手困難となっておりまして、皆さんにご迷惑をおかけしております。大変申し訳ございません。そんな中ですね、店内でもずっと定番で置いていてね、ほんとちらほら売れる商品がこの影響ですごく飛んで売れているという商品がございます。今回はその2点を紹介していきたいと思います。まず1点目がこちら、たらしでございます。麺 100% でして10メートルの長さがございます。まあ普段はですね、お祭りの時期だったりとかは木で湿気やすい屋台などをこれでぐるぐる巻いて湿気を取るという使い方をしているんですけれども、今のこのマスクが不足している時期にですね、自作で手作りのマスクを作られる方にすごく人気で買っていただいている商品でございます。まあ、実際に上げてみますとこんな感じでして、長さが10メートルもありますので、マスクはもうこれで大量生産できるという感じになっております。こちらのさらしが税込み999円となっております。はい、続いて2点目、セーム手袋。これは普段ですね、タクシーの運転手さんだったりバスの運転手さんがよく使っているもので、今やっぱりウイルスが怖いのでこれをつけてお出かけされる方が多くいらっしゃるそうです。はい、こちら税込み275円です。ぜひ皆さんウイルス対策にいかがでしょうか。皆さんはお気づきだろうか、今回の動画の違和感に実は、アテレコするからバレるかどうか、兄弟はバレるのかみたいな。冒頭の挨拶以外すべて兄の社長が出演いたしまして、私弟副社長がアテレコしていました。これでもマスク外してやってみる。どうもえバレるやろ